パーベル・バレリイビッチ・ドゥーロフは、SNS の VK、そして、メッセージングアプリのテレグラムの創設者として知られる、ロシアの起業家である。パーベルは、ニコライ・ドゥーロフの弟にあたる。2014年に、VK の CEO から追放されて以来、ドゥーロフ兄弟は、セント・クリストファー・ネイビス市民として、自主的な亡命者として、 世界中を旅してきた。2017年には、フィンランド代表として、世界経済フォーラムのヤンググローバルリーダーズに参加した。パーベルの祖父セミョン・ペトロビッチ・トゥリャコフは、第二次世界大戦に従軍した。セミョンは、第65不評連隊に所属し、ガッチナクラスのゴルスク方面や、その他の方面のレニングラード戦線の戦闘で3回、負傷した。赤星勲章。 二等祖国戦争勲章、そして四十回目の対独戦勝記念日に一等大祖国戦争勲章を授与された。戦後、セミオンは逮捕された。ドゥーロフ兄弟の父親であるバレディ・セメノビッチ・ドゥーロフは文献学博士で多くの論文を表しており、1992年以来、サンクトペテルブルク大学哲学部古典哲学科の学科長を務めている。パーベルは レニングラードで生まれたが、幼年期の大部分は文献学の博士号を持っていた父のバレリーが働く、イタリアのトリノで過ごしている。パーベルはイタリアの小学校に通い、2001年にロシアに戻った後は、サンクトペテルブルク大学附属寄宿学校に通った。2006年にサンクトペテルブルク大学の哲学科を卒業し、その際に優等の学位を授与された。 パーベルの若年期と経歴については、ロシア語の本、ゼーゼー、ゼーに詳しい。パーベルは2006年に、後に、VK として知られることになるベコン特ト,トを創業したが、初期は Facebook に影響されていた。パーベルと兄のニコライがベコン特ト,トを構築していた、間に、会社は30億ドル相当の価値にまで成長した。2011年のロシア会員選挙に関して、政府は、 野党政治家のページの削除を要求したが、その際にパーベルはサンクトペテルブルク警察と睨み合いを演じた。彼はパーカーを着て舌を出した犬の写真を投稿し、パーベルがドアのノックに応じずに1時間粘った後警察は退散した。2012年には VK を買収しようとしたメール RU への正式な回答として中指を立てた自身の写真を投稿した。 2013年12月には VK 株の12%をロシアの有力インターネット企業メール RU のオーナーであるイワンタフリニへ売却するよう迫られ最終的には VK 株の過半数である52%をメール RU に売ることになった。メール RU は2014年に残りの株式を取得して VK の単独株主になった。 2014年4月1日にパーベルは辞表を取締役会に提出した。当初は会社も彼が辞職したことを認めたため2月に始まったウクライナ危機と関連しているものと見られていた。しかしパーベル自身はエイプリルフールのジョークであると2014年4月3日に主張している。2014年4月16日にはパーベルはウクライナの反対派のデータを ロシアの治安機関に引き渡すことと VK のアレクセイナワリヌイのページをブロックすることを拒否した。代わりに彼は自分の VK ページでそれらの命令を掲載し要求は違法であると主張した。2014年4月21日にパーベルは VK の CEO から解任された。会社側の主張はパーベルが同月に出して取り消せなかった辞表に基づいて行動しているだけだ。 というものだった。パーベルは、同社が、プーチンの仲間にうまく乗っ取られたのだと主張し、彼の追放は、ユーザーの個人情報を、ロシア連邦保安庁に引き渡しを拒んだのと、エウロマイダン抗議運動専用に設けられた、VK グループのメンバーの個人情報引き渡しを拒んだことの両方に対する規決であると示唆した。その後、パーベルはロシアを去り、帰国する計画はない。 現時点ではこの国はインターネットビジネスと両立しないと述べた。ロシアを離れるにあたって、パーベルはセントクリストファーネービスの佐藤産業多様化財団に対して25万ドルもの寄付を行い、これによって市民権を取得した。また、スイス銀行に3億ドルの現金を保全した。これによってパーベルは次の会社であるテレグラムに集中できるようになったが、同社は当初は、 ベルリンに本拠地を置き暗号化メッセージングサービスに取り組んだ。テレグラムは現在ドバイに本社を置いている。パーベルは自身のことをリバタリアンであり、またベジタリアンであると称している。2012年にはロシア改善のためのアイデアを創設したマニフェストを公表し、評論家たちにリバタリアニズムと評された。2011年に27歳となった誕生日の 際には、ウィキメディア財団に100万ドルを寄付した。財団の創設者で名誉会長、ジミー・ウェールズもまたリバタリアン仲間である。パーベルは、ロシアのマーク・ザッカーバーグと称されている。2014年8月には、パーベルは30歳未満の最も有望な北、ヨーロッパのリーダーに選ばれた。2017年には、ウェフ・ヤング・グローバルリーダーに、フィンランド代表として加わった。 カザフスタンのジャーナリスト連合は2018年6月21日に検閲及び市民の自由のオンライン通信への国の干渉に対抗するパーベルの一貫した立場に対して表彰した。フォーチュン氏はパーベルをビジネス界で最も影響のある若者の年間ランキング40歳未満の40人に挙げている。ありがとうございます。